まあいろいろいきます。あでこいつはあんまり根元攻めると根元これ蒸気がこれあんまり逃げないんで熱いんですよね。これ火傷しやすいんでちょっとこれはこれでねすごくいい使い方ができるんですよね。なんでこれちょっと僕小林さんという方からいただいたんですけどありがとうございます。で、まあ、こういう縦にこう縦縞が入ってるこれノビーのアイロンなんですけど縦縞入ってるやつはシュッとこう逃げてくれるんですよ、うん、あそうあ結構そうだアイロンあれですよね。皆さんアイロン何買っていいか分かんない人とかいませんかどうですか。あそうそうそう結構温度も200度とかまで上がるやつまあいいんですけど多分結構僕はいいかなって僕の個人の意見なんですけどこれアドストのこのワイドのやつこれ縦にこうでやっぱこれいいっすね。ちょっと高いけどこれ使えますよ。やっぱり180度しか上がらないけどこれ200ぐらいまで上がればもっといいんですけどね。あるのかな200度上がるやつちょっとわかんないですけどこのワイドのやつで200度ぐらいまで上がればもっといいんですけど、まあ、これで180度ですけどこれすごく使いやすいんでもしお店で、まあ強制のアイロン買いたいなっていうんだったらこれおすすめですね。多分きっと伸びもいいんですけどちょっと幅が狭い伸びもいいんですけど、あ、もう揺れてる？地震？違うか。伸びもいいんですけど、ちょっと細いんですよね、ここが。で、ちょっとわかります？この細さの違い。アイロン、あ、なんか内容がアイロン選びに変わっちゃいましたね。揺れてる？大丈夫。アイロン選びに変わっちゃいました。